マヌエル・デル・モラル・フェルナンデスは、スペイン・アンダルシア州派ン出身のサッカー選手。ポジションは、FW、MF。左サイドハーフを得意とするが、右サイドハーフや、セカンドストライカーとしてもプレーできる。地元のレアル派ンでプレーしていたが、その後アトレティコ・マドリードの下部組織に移った。2003年夏には、セグンダ・ディビシオンのレクレア・ティーボ・ボエルバにレンタル移籍し、 2003から04シーズンは5試合に出場して1得点を上げただけだったが、2004から05シーズンは28試合に出場して3得点を上げた。2005年にアトレティコ・マドリードに復帰し、2005から06シーズンも B チームに登録されたが、トップチームで5試合に出場した。2006年夏、マドリード近郊に本拠地を置くヘタフェ CF に移籍した。 10月22日のレクレアティーボ戦ではキャリアを通じてプリメーラディビシオン初得点を挙げ2006から07シーズンはダニエル・クイサに次いでチーム2位となる8得点を挙げた2007から08シーズンはフアン・アンヘル・アルビンと並んでチームトップの7得点を挙げ UEFA カップでは準々決勝進出に貢献した2008年夏にロベルト・ソルダードが加入し デルモラルはソルダードの控えに降格した。主にウィングのポジションであったが、2008から09、シーズンはリーグ戦29試合に出場し、5得点を挙げている。2010年1月24日のアトレティコ戦では、フルス相手に決勝点を奪い、チーム初となるアトレティコに対してのホームゲームの勝利を挙げた。2011年3月14日。 アスレティックビルバオ戦では25分間にサンドゴールネットを揺らしている。2点は相手ゴールに決めたものであるが、1点はオーンゴールであり、この試合は2から2の引き分けに終わった。2011年5月23日、セビージャ FC と5年契約を結んだ。違約金は2000万ユーロに設定された。2015年8月27日、セグンダ・ディビシオンの レアルバリアドリードに移籍した。ありがとうございます。